東洋玉貝ナチケリアスオリエンタリズは玉貝科に分類される肉食性の巻貝の一種。殻は3.0から3.7センチメートルほどの球状で泡褐色。軟体は大々褐色で白い線状紋がある。太平洋西部からインド洋の段階の長官帯から水深30メートルほどの砂地に生息し他の貝類を襲って食べる。和名は 種商名オリエンタリズから、角質は厚く頑丈で、体か、角形とも3.0から3.7センチメートルほどになり、この属のうちインド、西太平洋の段階に分布するものでは最も大型になる種の一つである。螺島は低く体操は大きく丸く膨らむ。方号は深く明瞭で、方号から肩に向かっては、幾分盛り上がるようになる。この部分には、 シワ状の縦溝を刻み、へその周辺にも不明瞭な成長脈があるが、他はほとんど平滑。へそ甲は C 字状に広く開き、半円形のへそ柵が突出する。殻口は半円形で広く、内面はほぼ白色。全体に淡い褐色で、これといった反紋はないが、成長線に沿って色の濃淡があるほか、縫合下と確定は白っぽくなることが多い。 時に終焉にも不明瞭な白色体を表すことがある。しかし淡かし色のやや厚い殻側を持つため、殻側がある場合には、角本体の淡い色彩はほとんど見えない。蓋は玉外科の分類で重要視されるが、本種のそれは半円形の硬い石灰質で殻口を隙間なく塞ぐことができる。角は、端近くのやや内側にあり、 内面は泡褐色の角質で、これが本来の蓋である。外面の白い石灰質部には数本の畝があるが、畝の数は5本から10本内外で変異する。災害の畝は他のものより細く、表面が下流状になる。内縁の直線的な部分には細かい刻みがある。このように蓋が厚い石灰質であることや、その外面に多数の畝があることは、 サザナミタマガイ属に共通の特徴である。軟体は他のタマガイ類同様に殻に比して大きく張っている時の体長は角形の2から3倍。体の地色は大々褐色で、体には数本の白線が放射状に並び、周辺部も細い白線で縁取られる。触覚は地色と同じ大々褐色。施設は 紐下型で1個の中葉、その左右の1体の側葉、さらに外側の2体の円葉の合計5個を横1列とし、これらが前後に何列も並んで、おろし金状になっている。長肝体水深30メートル、もしくは水深10から30メートルの砂底に生息し、肉食性で海類を捕食する。砂上、あるいは半ば砂中を這いながら、 他のカエ類を見つけると大きな足で包み込むようにして捕らえ、酸と死絶を用いて獲物の殻に丸い穴すり鉢状の穴を開け、そこから糞を挿入して軟体を食べる。主に夜間に活動し、日中は砂中に潜っていることが多い。私有遺体で、交尾で受精したメスが散乱する。玉狩類の乱塊は、 砂と卵を綴り合わせたもので、そこの抜けた茶碗を伏せたかのような独特の形から、砂茶碗と呼ばれる。その大きさや用いられる砂の粗さなどは種類によって、多少異なることが知られているが、本種の乱海についての詳細は不明である。太平洋西部インド洋に分布する。ほぼ、太平洋、プレート西縁部より西に生息しており、ミクロネシアでは、 パラオとクエゼリン干渉のみから知られ、ポリネシアではマルキーズ諸島のみから知られるが、ニューカレドニアとマルキーズ諸島との間の広い範囲は分布の空白域となっている。日本ではキー半島及び九州西岸以南に分布する。オーストラリアでは西オーストラリア州のエクスマウスから知られるが、クイーンズランドにも分布していると推定されており、ニュージーランドでは 北部のケルマディック諸島から記録されている。インド洋ではモザンビークまでの広い熱帯域に分布する。中、ただし2005年に公表されたブシェロクロワの分類では、ソルビカンチャとヒップサーガストリポダと同等のグレードとして扱い、前者には鬼の角外状化とエンマの角外状化のみを含め、玉外状化は後者に含めている。本種が分類される。 サザナミタマガイ族ナチケリアスデュメリル1806は、へそ作や蓋の形態を特徴とするが、同じ石灰質の蓋を持つタマガイ族ナチカのアゾクと、される場合や、アゾクさえ認めずに単に、ナチカとして扱う場合もある。ケバットは、そのように扱われたものも含めて、カキのものを、本種のシノニムとして挙げている。フロガイナチケリアスアロポピリオニーズはカラガタや、 大きさがよく似るが、終焉に、明瞭な色体と点線状の模様を持つことで、区別できる。特に知られていない。ありがとうございます。